こんにちは。第73世竹の内のすくねです。竹内睦弘です。私は思います。考える人ロダン。明らかに便秘だったと思います。この状況は便秘だったと。こちらは地獄の門です。そしてあそこにいるのが実は考える人です。地獄の門、彼は何を考えているんでしょうか。この体勢です。明らかに何かを考えているんです。地獄の門です。便秘だと思います。地獄の門とはおそらく肛門だと思います。すごい作品を作り上げましたロダンは。私はロダンに素晴らしい本当の人間の苦悩を語った芸術家だと私はそう思っております。以上。こちらはロダンの彼の市民という作品です。市民たちは一体何を考え何を悩んでいるのか、それを見せてくれるすごく大切な銅像です。日本にも祝詞に神集いに集いて神計りに計りてという祝詞がございます。それと同じように彼の市民も集いに集い計りに計りて考えたんではないでしょうか。そして一体何を考えていたのか、何を考えていたのかということも興味深いところです。そして分かることは一つあります。これは宗教的な彫刻ではないということです。ロダンは印象派です。彼は日本を愛してました。日本のようだとアルルに行った時言ってます。アルルに行った時日本のようだここはと言ってます。それぐらい日本のことを愛してくれました。まあそのロダンの作品に触れることは僕にとっては嬉しいことです。